期待の新戦力白崎亮平選手など8人が加わり、初練習を行った清水区の美穂グラウンドにはおよそ350人のサポーターが集まりました。選手たちはまず基礎的なトレーニングをこなし、最初のうちはやや硬い表情が目立ったものの、後半のボールを使った練習ではパスを通じて意思の疎通を図っている様子でした。徐々に慣れてきて、非常に、いいトレーニングができたと思っています。エスパルスらしい、清水らしいサッカーができるように、日々トレーニングしていきたいと思っています。エスパルスは27日からの鹿児島キャンプまで美穂でのトレーニングを続けます。